ダニー・ゴーキーは、アメリカ合衆国の歌手、ウィスコンシン州ミルウォーキー出身。教会の音楽教師だったが、オーディション番組、アメリカンアイドルのシーズン8で3位となり、メジャーデビューを果たした。地方予選に出場する4週間前に妻ソフィアを、なくす。出場を諦めかけたが、番組のファンだった妻のために、オーディション参加を決断。カンザスシティで行われた、地方予選に、 親友のジャマール・ロジャースと共に参加。独特のソウルフルな歌声が審査員に高く評価され、ハリウッド予選へとコマを進めた。地方予選の段階から注目を集め、セミファイナルのトップ36ウィークで、マライア・キャリーのヒーローを歌い、13人のファイナリストの一人となる。審査員のサイモン・コーエルから、ブルーアイドソウルと評されたハスキーな歌声と高い、 歌唱力が人気を博し、優勝候補として番組序盤を引っ張った。本戦ではトップ11のグランドオールをプリウィークにおいて指導者を受けたランディ・トラビスに認められたことが、後のカントリーミュージック進出へのきっかけとなった。序盤から優勝候補と目されていたものの、トップ3週で脱落し決勝進出はならなかった。 ちなみに優勝した場合にデビューシングルとなる No Boundaries を手掛けていた審査員のカーラ・ディオガルディはこの優勝曲をダニーに歌わせることを想定して書いたと当時言われていたためダニーの脱落時には大前事と衝撃を隠しきれず何度も繰り返しつぶやいていた19レコーディングス RCA ナッシュビルと契約カントリーシンガーとしてのデビューを決断する 2010年3月2日には、ファーストアルバム、マイベストデイズをリリース、発売1週目にして、アメリカ合衆国のビルボードトップカントリーアルバム、チャートで3位、アルバム総合チャートのビルボード200でも4位を、記録した。ニールセンサウンドスキャンによると、このアルバムの第1週目の売り上げ枚数は、約6万5000枚、カントリー歌手がデビューの週に売り上げた枚数としては、 1992年にビリー・レイ・サイラスが記録した9万枚に次ぐ記録となった。また、この週のデジタルダウンロードでの販売数は約19000カントリー歌手のデビューアルバム第1週目のダウンロード数としての過去最高を記録している。2011年11月に RCA との契約を解除。2012年5月に EP ラブアゲインを 自身のウェブサイトでのみ、セルフリリースした。2013年に BMG と契約。コンテンポラリー、クリスチャンミュージックの道へと進出し、音楽活動を本格的に再始動させる。2014年6月にセカンドアルバム、ホープインフロントオブメをリリース。ビルボードのトップクリスチャンアルバムチャートの1位に初、登場した。また同アルバムからの第1弾シングルとなる。 オープインフロントオブメも2014年8月にクリスチャンチャートの1位に上昇し、共に地震発となるビルボードのナンバーワンヒットを記録した。亡き妻ソフィアの名を冠した慈善団体の代表を務め、様々な支援活動を行っている。再婚し、子供を設けている。自伝も発表している。ありがとうございます。